どうしたの？ここにいるからね、クモちゃん。ほい、行ってきまーす。おはようございます、本間さんです。昨日オリンピックの開会式があって、スポーツ大会なども、再開されそうな流れなので、ちょっと体作っていこうかなと思っております。本日は、近くの山へちょっと走って、登りに行こうかなと思います。まだ登ったことないんで、冒険がてらにちょっといろいろ散策しながら登りに行きたいと思います。いやー、しかし天気いいっすね。中国地方は梅雨明けして、本当にもう夏到来ということで、もう天気のいい日が何日も続いてます。めちゃめちゃ天気がいいぞ。最高だ。連日鳥取は30度超えが続いてるんですけども、僕は割とこの暑さ嫌いじゃないです。汗を吹き出す感じ結構好きだな。今日はトレーナー久しぶりなんで、そんなに急がずにマイペースに登っていこうかなと思います。いやー、いい天気だな。完全に山だな。大自然。セミの鳴き声と鳥のさえずりがいい感じです。いやー、気持ちいいね。暑い。もう少しで登山口かな。お、草刈りしてんのかな。よいしょ、登山コースに入りました。実はこの前、一回この山登りに来たんですけど、その時は雨が降っちゃって、途中でやべえな、天気急に雨降ってきたぜ。その時は戻ったんですけど、今日来てみたら草が刈られて通りやすいようになってますね。山を管理してる人たちに感謝ですね。やっぱ山って静かでいいですね。僕の住んでる集落も、都市と比べたら十分静かなんですけど、やっぱり山は独特な静けさがありますよね。なんか研ぎ澄まされるというか。頂上寺、全宮神社、こっちかな。結構険しいけど、いますか。超立派な大木があります。うわ、すげえ大木が折れてる。この前の豪雨でやられたんかな。木が下がってる、木が折れてる。わー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 、道がかろうじてあるって感じだね。お、神社来たぜー。すげえ鳥が。
ここ登ってくの？嘘でしょ。草がボーボーすぎて笹がすごくて前に進みませんやっぱ東坂の方がいいのかな。なんかネットで見ると東坂の方がいいみたいなの書いてあったんだけど、全然こっちは前に進めないですね。なんかさっきの神社が頂上みたいです知らぬ間に頂上に来てたっていう。休憩所がなんかあるみたいで、休憩小屋みたいのがあるみたいで、そこの岩がなんか眺めがすごくいいみたいなんで、そこに行ってみたいと思います。これか。お、開けたね。ここがここかな。裏手になんかあんのかな。戦場の時、これです。これはすごいな。うお、やべえ、やべえぞー、やべえぞー、やばいなこの景色。小さく、人がもう小さい。すげえ、あそこにダムあるんだね。いや、これドローン飛ばしたらめっちゃすごいな。やば、今度こっちドローン持ってもう一回来よう。あっち日本海か。へえ、これは景色やばいわ。怖えけど。やっほー、やばいっすね。景色やばいっすわ。最高すぎる。僕、やっぱり鳥取県に移住してきてよかったです。身近な場所にこんな絶景が見れるポイントがあるとは知らなかったです。本当に。すごい。最高。自然に感謝ですね。あれか、千畳滝って。なんか滝が見えるな。草がすごくて。道が前に進めない場所はあそこかな、あの滝かな。すごいな。じゃあ景色も満足したんで、これから下りたいと思います。しっかりしている休憩所、トイレもある。洋式のトイレだ。めっちゃ綺麗。森で。いいね。西坂登山道へ向かいます。道がね、ずっとこんな感じな、こんな感じなんですよね。西口の方は。これがちょっとね、嫌になるね。まあ、それぐらい山を管理するのは難しいことですよね。まあ、最近あの山を買う人が増えてるって聞いてますけど、
マジ大変ですよ、山買ったら管理が。自然の力は本当にすごいですからね。草なんてすぐ生えるし、もう自然の脅威を体感しながら安全に下っていきたいと思います。道がよくわかりません。あとは家まで帰るだけ。よっしゃい。この16キロ過ぎからのアスファルトの下りね、なんか走りちゃうんだよね、下りはきついんだけど。いや、あと少しやね。よっしゃー、約21キロだね、ゴール。3時間22分か。日本のサイダー。ここに自販機作ってるの神だな。分かってる。